一度目の人生の時と同じように、夫のハス、松下公平から離婚を切り出される九条、松岡松優。生徒によって校舎から突き落とされたはずみで一年前にタイムリープした九条は、その犯人が誰であるのかを探ること以上に、その未来が起きないように生徒を変えていくことを決意したわけだが、同時にプライベートで生じていた後悔とも再び向き合うことになる。 それは必然であり、考えようによっては向き合い方を変えるだけで変わっていく生徒たち以上に難しいことかもしれない。7月22日に放送された最高の教師1年後、私は生徒に資格された日本テレビ系の台に話。し、夫からの離婚話に思い悩んでいた苦情が夜道を歩いていると、突然目出し棒をかぶった二人組にカバンをひったくられそうになる。 即座にそれが、教室内で、クラス全員がうぐもり、足田なナ、へのいじめに加担していたことを示す証拠を奪いに来た、教え子のうりゅう、三次送信、と、向こう坂、朝の春祭、であると、勘ついた苦情。うりゅうは家庭に問題を抱えている。そんなうり生の様子がおかしいことをうぐもりから聞かされた苦情は家庭訪問と称して、うりゅうの家を訪ねるのである。 三年 D 組のクラス全員が加害者となったいじめからうぐもりを救おうと手を差し伸べた前回。いじめを主謀する総落、加藤清志郎、ラクラスカーストの上位者との溝は深くなる一方で、それ以外の同調的感覚などで加担していた生徒たちを変える、言い方を変えれば味方に引き寄せる余地は十分にある。しかもそれが、 壮楽にこき使われている生徒であればなおさらだろう。その生徒、うりゅうの家庭の問題に触れ、友情に触れ、しかも、こっそりバイトを世話していたりと、苦情の守備範囲は何も学校内で起こる出来事に限らない。まさしく生徒のためなら、何でもします、という言葉の通りだ。家族のためにうりゅうがバイトをして得た金を、母親がよそで使い込んでしまう。その結果、 彼が転校してしまうという一度目の人生で起きた出来事を予言者のように本人に提示し、それでも動かない、むしろ動くことができない、生徒を半ばあら領事的につき動かす。第一話でうぐもりにした方法と同じである。向こう坂を動かし、う流の母親から一時的な理解の言葉を促したところで、めでたしめでたしと終わらせることもなく、 ウリュウに彼のため込んでいたあらゆるうっぷんをすべて言葉だけで母親へぶつけさせる。言葉にして相手に伝えなければ何も変わりはしない。それは九条と彼女の夫との関係にも言えることでもあろう。何はともあれう理性の過程の問題が解決へと向いた中、九条はウリュウと向こう坂にあなた方にはすべきことがある、と告げ、二人は後日うぐもりに謝罪をする。 こうして苦情側につく生徒が徐々に増えていくというのがこのドラマの主だった流れになるのだろうか。無論、彼らがあっさり謝るのは同調的感覚で加担していたからに他ならない。こうしてドラマの作劇場は30人の生徒が3対27になったとも言えるが、 被害者たるうぐもりが加害者側から寝返った彼らを仲間と見なし、疑いを持たずに接するのは困難なことである。そのシーンの後に駅まで3人で向かう様子こそ描かれて欲しかった。